はい、年を重ねる美化は武器となるメイクアッププロデューサーの翔子です。皆さんこんにちは。本日は1000円台で見つけた新作プチプラコスメを、集めまして、はい、メイクをしていきたいと思います。はい、ちょっと眉毛以外は全部ね新作で買ってきたんですけども、はい、こんな感じでね、やっていこうかなと思います。はい、では早速ねやっていきたいんですけども、お買い得って嬉しいじゃないですか。でちょっといいものを見つけてくださいっていうことだったので、ちょっとまたねいろいろこう探しまくりまして、こちらのシリーズキャンメイクのねプティパレットアイズ、これすごい、このシリーズすっごい可愛くて大好きだったんですけども、またね新しい新色っていうことで出てたのと、あとシピシピさんからちっちゃめのね、はい、クッションファンデーションも、出ていたので、すごい評判良かったんですよ。すごくカバー力があって綺麗だっていうねコメントがいろいろ書いてあったので、はい、今日はぜひ使ってみたいと思って、セミマットタイプのこのクッションファンデーションちっちゃいやつ、はい、あとこれです。はい、これねすごく最近ねバズっていて、本当に保湿力のスキンケアっていう下地すごい売れてたんですけども、今回新しく、ね、ちょっとグリーン系出てたので、私もね少しやっぱりこうこの時期になると頬が赤くなったり赤ムラっていうのが出てくるので、はい、こちらのちょっとグリーンをどうなのかなと思って、でこれシカが入っているので肌荒れさんとか、このねちょっと赤みカバーしたりとか、ちょっと花粉で少し敏感になっている方も、ね、安心して使えそうということで、ツボクサエキスが入っていて、あとしっとりするためにワセリン、ナイアシンアミド、アミノ酸セラミドということでね、とてもね良さそう。これオールインワンで OK って書いてるんですけど、化粧水、美容液、乳液クリーム、 UV カット、化粧下地っていうことでオールインワンで OK って書いてあるんですが、一応乳液まではしてあります。はい、なので今日はねやっていきます。はい、で早速いってきます。はい、こちらの方ですね、先ほどのシカグリーンって書いてます。乾燥さん、はい、私乾燥さんなので、でね出した時には結構グリーン系だったんですよ。でもね伸ばすとそんなにめちゃくちゃトーンアップする感じじゃないので使いやすいかなと思います。どうですか、なんか急に温度がね高くなってくるとこう赤ムラだったりとかね、ちょっとほてっちゃって赤いとかってあるじゃないですか。なのでつけていく。乾燥さんっていうからね、すごいベタベタなクリームかと思いきや全然ベタベタしない。なんかネーミングがいいですよね。結構インパクトないですか、このパッケージ。でもこれ開けたら全然ねなんか忘れちゃいそうな感じなので、箱の中に入れとかないと。でもパッケージって大事よね、はい、ちょっと首までつけておきます。なんとなくカバーしてくれてる感じなのでね、グリーンといっても使いやすそう。うん、本当にグリーンになってくるとね部分的に使っていかないと真っ白になっちゃったりねしちゃうので、はい、で下地塗りました。はい、こちらの方は、セミマットタイプ SPF50 プラス PA、3つ、ね、瞬間フィルター肌、ピタッと密着して私の肌になる強力密着クッションファンデーションって書いてます。すごいね、どんな感じ。はい、この大きさです。ちょっと楽しみさですね。これもちっちゃい感じです。結構ねピタッとつきますね。気をつけてつけないとすごいつきすぎそうな気がするので、かなりの少量でカバー力ありです。ちょっと偽りないね瞬間なんか強力ピタ感みたいなね感じがしますね。ちょっとトントン、このぐらいついててもうしっかりカバーしてくれる。このねスポンジだけちょっとちっちゃいので、ね、違うスポンジでつけちゃった方がいいかなとは思うけど、ちょっとでしっかりめちゃくちゃつくので、気をつけないといけないのは量感、一度に取っちゃうとかなり濃面みたいになってしまいそうなので、少量をいるところだけに重ねていくといいかなと思いました。はい、今クッションファンデーションつけ終わりました。はい、こんな感じです。なんか私は好きです。はい、ではでは今回、眉毛そんなに新しいのがなかったので、前のやつを使っていきます。これはキャンメイクの、アイブロウ01、ちょっと欠けてるところだけを足していきます。
で、アイブロウの、セザンヌのモーブブラウン、こちらです。はい、これ04番の色ですね。出たばっかりです。はい、まだ使ってないので、綺麗ですね。これだけ入ってるのってまたね、凝ってるの見て、このね、後ろにハートで抜けてるのとか、花柄があったりとか、模様、テンションめっちゃ上がるよねって思いながら使ってますはい、まずどうしようかな、ベージュの方でいこうかね。はい、まずね、最初にね、つけるのってちょっとマット系の方からつけていく方がいいです。はい、このキラキラ光ってる方じゃなくて、ちょっとマットの方のね、色を入れます。あ、結構ね、色がつく、ね、このベージュ系のブラウンだったけど、意外にね、色がつくね。はい、でそこからちょっと明るい色、隣塗って中心に縦につけていきます。で、ついてない指で少し真ん中に向かってちょっとだけぼかしていきます。はい、こんな感じね。で、そこから、はい、チップもね、すごいこちらついてるやつしっかりしてて結構好きなんだよね。はい、ちょっと濃い色の方を際につけていきます。はい、まぶたが下がってて見えない人はちょっとずつ広げてって、自分の目がね、開いた時に見えるところまでできます。とこの横の少し赤みがある、ね、色をラインっぽく引いていきますね。チップよりあれかな、筆で少し長く引いてみます。こんな感じですね。これ横、アンダーの方に入れていきます。ふわっとかけたいので、下にちょっと明るめの、どうかしら、綺麗だね、ちょっとハイライトとして、いっぱい組み合わせできそうですよね。で、こちらはキャンメイクの方の、クリーミータッチ、13番なんだね。これだけでも全然綺麗なんだけど、さらに際に、まつげの上に重ねる感じに入れていって、まつげが生えてる下の部分にちょっと入れていきます。結構ね、私たちの年代めくり上がってきちゃうんですよね。まぶたが重くなってくると、この下のまつげの中のね、色がすごい見えちゃって、で、まつげの空間がね、すごいこう空いてくるとちょっと寂しく見えちゃうので、こういうの少し埋めてあげると目が強くクッと。で、くぼみめさんもね、この際をしっかり入れることによって立体感っていうのが出てくるので、寂しくならないっていうのかな。で、こうちょっと入れとく。で、まつげ上げまして、こちらがね、初めてだったの。1本で叶うオールインワンマスカラっていうことで、ボリューム、ロング、セパレーツ、カール、これ1本で解決、少ない、短い、細い、減ってきた、抜けやすいっていう人にいいらしい。イヌムAI マスカラ02番のね、色で、華やか女子力アップのモテ色ショコラブラウンということで、メイクアップアーティストのね、たかこさんが監修しているそうです。で、フィルムタイプでね、お湯で楽オフ、ね、ウォータープルーフで、ね、美容成分配合ということで、なんだかすごいいっぱいいろんなことが書いてあったので気になりまして、で、なおかつちょっとね、これがすごい面白くないですか。このブラシがね、ちょっと面白い形をしているので、この根元に当てて、で、ちょっと振ります、ね、根元に当てて、感覚としては短い毛とかあるじゃない、生えてきたばっかりの赤ちゃん毛みたいなね、
それも拾い上げて密着させる感じ。色味的にはブラウンと書いてあったが、結構ちょっと黒っぽく見えるね。下のまつげがちょっと塗りやすい。はい、なんか下のまつげ伸びすぎてちょっと怖い。かなり目力な感じ。はい、はい、でこれね、多孔感ピュアほっぺっていうことで、今多孔感って言葉すごい流行ってますよね。やっぱりね、この筆だとね、やっぱりねうまくいかないので、チークはねちょっと大きめの筆の方がいいかなと思います。結構ねしっかり色がつくので、入れたらもう本当にね、ティッシュでしっかり中に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 、はい、入れ込んでね、本当に色がそんなに出なくなったなと思った時に多孔感ほっぺ。色がいろいろ混じっていって、こうにっこり笑いながらやってほしい。いつもねメイクはちょっと幸せそうな顔してね作ると幸せ顔になるので、はぁ、メイクしなきゃ、はぁ、メイクにしなきゃっていう感じじゃなくてね、楽しげに、はい、言ってください。そうするとね、ちょっとこう高揚感が出る状態になると、まあチーク可愛くなるから、こんな感じでやってるとね、すごいねこのほうれい線が目立ってきちゃうようなチークの入れ方になっちゃうので、ちゃんとここを上げようってん、で上がってなかったらちょっと上の方にね入れてあげると綺麗です。はい、自然に乗っかりましたね。はい、で次は、レボロンのシアーバームクレヨンということで、最近バーム系の私、口紅が大好きになってからね、結構スックさんだったりとかね、結構ねちょっとお値段が高めのやつがすっごい良かったっていうのをずっと YouTube で発信してたんですけど、じゃあちょっとバーム系でね、あのお値段がちょっとお優しい感じのやつを探していったので、ちょっとこれどうかなと、レブロンさんのねやつできました。そう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 、で結構バーム系の、まあ、ペンシルだとナーズさんとかすごい良かったんだけど、レブロンはねすごい色が綺麗なものが多くて、結構ね舞台メイクとかをねするときにレブロンさんの、メイクのねリップとか結構歌い手さんにつけてあげたりするとすごい喜ばれたですよね。でも今回はナチュラルな色を選んでます。なんでバーム系のこのペンシルを選んだかっていうと、ね、私たち結構ねこの上唇がねたるんでくるとこういう感じでね、そう薄くなってきちゃう人が多いんですよ。なのでちょっとずつちょっとずつここの自分の唇よりちょっとねふんわりつけたい。でも今ラインって結構しっかり取らない方が綺麗じゃない。だからこういうバーム系でラインがはっきりしないんだけど、ちょっとずつ唇がプリッとして見えるように、うん、素敵な色な気がします。はい、この色は006、はい、ヌードピンク、こんな感じです。ではこっちやっていきますね。はい、こんな感じになっております。どうですか。はい、はい、最近あのじっくり見せてくれと、はい、リクエストがありましたので、はい、ちょっと近めにしてみよう。はい、こんな感じでございます。はい、全体的な感想としましては、アイシャドウとねチークは発色がすごく綺麗だなと思います。ベースはめちゃくちゃ使えるんじゃないってはい、思いました。まあ先ほど言いましたように使い方、あの厚ぼったくなりやすそうなので、本当に少量を重ねていく、ね、自分の必要なところだけやっていくといいかなと思います。でこちらの乾燥肌さんのための、ね、保湿力スキンケア下地シリーズはね、本当はあのさすが潤いだなと思いました。でもこのグリーン使いやすい、色だなと思います。だからちょっと赤ら顔になっちゃったり肩こりがねひどくなっちゃったり、あの血流が悪いとこう赤ら顔になりやすい方多いんですけども、ね、そういった方は、まあ、改善しなきゃいけないんだけど、あの改善しにくい時はね使ってあげるといいなと思いました。でちょっとこう赤みがあって痒くなっちゃってる時とかね、はい、今の時期すごい使いやすそう。あとマスカラなんですけど、マスカラはねちょっと液が重いなって思いました。あのちょっと試してね、あのこう触った時は結構カッてね上がったので、すごいいいんじゃないのって思って買ってきたんだけど、ちょっ
と重さがあるので、これがね落ちてこないんだったらいいかなと思うんだけど、うん、なのでまた、使い込んでみて、この印象がねずっとまつげがこう上がりっぱなしな状態で落ちてこないとか、パンダにならないとか、ただこのね下まつげはかなりの存在感が出るので、このブラシがすごくね絡んでくれるから、毛の少ない人だったりとか、こういうねあの下のまつげとかを少しちゃんと毛ですっていう毛ですっていう自己主張したいときはいいかなと思いました。ただ上はねちょっと私のまつげには重たいので、上はねなんかちょっと違和感があるから、これちょっともったいないけど下まつげ専用になりそうな感じがするっていうあの正直意見ね、うん、でリップはなんかこう自然な色なので使いやすそう、あの T シャツ着た時とか、なんだろう、部屋着の時とかにねちょっとつけておくっていう時には、あの色が喧嘩しなくていいかなと思いました。1000円台でね、うん、どうですか、ちょっとお好きならばお好きならば、チェックしてみてください。はい、そこでまたねあのちょっと、デザイン画とかね、ちょっと起こしたものは皆さんにね、プレゼントしているので、またねもしよかったらチェックして、はい、プリントアウトしてちょっと横に置いて、あの参考にしていただければ、はい、嬉しいです。はい、今うちのね、生徒さんと一緒にインスタチャレンジっていうのをやっていて、同じお題で私はこういうの使ってますよっていうことで、こういうものを使ってますとか、私の肌はこうだからって言って、こういろんなね、肌の人たちが私はこうですっていうことで発信してたりするので、もしよかったらね、あのいろんな顔があるじゃない、なのでいろいろ見ていただいて参考に、するのも、いいかなといいかなと思うので、もしよかったら、はい、インスタの方もちょっとチェックしてみてください。ではまた次の動画でお待ちしてます。